皆さんこんにちは、ワナリグルビジです。では今回は、ゲルネワークシズの脅威 V、リターンズ、ジャミートフー編、続きをプレイしていきたいと思います。地上での戦い、優位に進めてまして、前回はですね、北京の攻略、そしてキリマンジャロの防衛を行いました。少し先に進めていまして、今回はオデッサの、攻防戦、それとベルファストの攻防戦、これのね、最終局面からご覧いただきたいと思います。開発の状況ですね、技術レベルですが、基礎技術23、モビルスーツ技術24まで上げています。続いて、モビルスーツの生産についてなんですけども、まずですね、量産機に関してはバーザムに切り替えていっています。一部まだですね、古いモビルスーツ残ってるんですけども、この後はバーザムに切り替えていく予定です。エース用にはギャプランなんかを用意してます。で、サイコガンダムを開発完了してますので、3機ほど生産を行っています。重要拠点の防衛用に配備を進めています。ギャプランはね、やっぱり強いですね。では、まずは、オデッサと、そして、ベルファストの攻防、これの最終局面、プレイをしていきたいと思います。報告します。我が軍は、はい。まずはオデッサ攻略完了してます。緊急事態です。宇宙要塞アクシズが地球圏に到達しました。一年戦争の後、オデッサ攻略した直後、ジオン共和国としてアクシズが地球圏に帰還という状態になりました。まだベルファスト攻略しきれてない状態ですね。遠くアステロイドベルトに浮かぶ小惑星アクシズへ逃れた。アクシズの実質的な支配者マハラジャ・カンはドスルザビの維持ミネバラオザビを擁立しザビ家最高の機会を伺う。そして病に倒れたマハラジャ・カンの娘ハマン・カンは亡き父の後を受け継ぎ混迷を深める地球圏に帰還したのであった。カッコ、我々に無断でシロックがアクシズと接触を図っているとのことです。奴は腹の中で何を考えているのかわからん男です。お気をつけください。アプテマスシロックより通信が入っています。回線を回します。アクシズのハマーン・カーンが我々との同盟を求めています。同盟の条件はザビ家の復興容認とのことですが、このお話お受けになられますか。一旦アクシズとの同盟締結しましょう。その間にベルファストの攻略を行って戦力も回復させたいと思います。ザビ家の復興か。まあ良い、その程度の約束後でどうとでもなろう。ハマーンには条件を飲むと伝えておけ。了解しました。アプテマスシロッコより通信が入っています。回線を回します。アーガマのレコアロンドが我々のもとに投降してきました。彼女は優秀なパイロットです。必ずや閣下のお力になるものと思います。開発部より新兵器の開発が終了した。レコアさんがパイロットに加わりましたね。開発部の報告をご覧になります。報告します。我が軍は、はい、ベルファスト基地アクシズとの同盟期間中に攻略完了してます。これで一旦地球上はすべてリターンズのものになったというところですね。アクシズとの同盟が生きている間に対アクシズ戦に備えた戦力の増強を行っていきたいと思います。報告します。コロニーレーザーの開発が完了しました。ただコロニーレーザーは絶大な破壊力を持っているため、乱用すれば大量殺戮との非難を受けることが考えられます。ご使用の際にはコロニーレーザーが完成しました。開発アクシズのハマーン艦より通信が入っています。ハマーンはジャミトフ閣下との直接会談を求めています。要請を受諾いたしますか。ハマーンとの会談か。これ原作の中だとジャミトフとハマーン、そしてシロッコの会談の時にジャミトフ暗殺されましたよね。怖いので
これノーにしましょう。はい、ハマーンカーンは危険な存在です。直接会談は別の機会に行うと通達しておきます。開発部の方が、万々が一ここで暗殺されてゲームオーバーというのも何とも悲しい結末なので、一旦ね回避しておきたいと思います。緊急事態です。宇宙要塞アーバーワクーにアクシズが接近しています。このままでは衝突します。一年戦争の最後の決戦が行われた宇宙要塞ア・バオア・クーはティタンズの拠点ゼダンの門と呼ばれていた。アクシズの指導者ハマーン・カンは小惑星アクシズの核パルスエンジンを始動させゼダンの門に向かわせる。そして巨大な隕石同士の衝突はゼダンの門を崩壊させ、ティターンズは宇宙における拠点を失った。ゼダンの門に配備していたモビルスーツ隊どうなったんだろう。部隊を進行させました。これにより旧ジオン公国領はアクシズが制圧しました。ハマーンめ、これを狙っておったのか。サイコガンダムはじめそれなりの戦力を置いておいたので、ちょっともったいないかな。もし全部隊破壊されているとしたら。だいぶ悲しい結末になりそうですが、大丈夫そうですね。全部隊退避できていると思います。ただこれによって本当に動きが読めなくなってきましたね。最前線をどこにするかっていうところですね。地上では、アクシズの脅威はまだないですが、宇宙ではまずはサイド方に部隊を置いておきたいかな。サイコガンダム置いてあります。宇宙の5、ここにもサイコガンダム、さらに乗ったサイコガンダムですね。あとは最悪の最悪、宇宙の7を取られたとしてもサイド5で敵を迎撃できるようにサイド5にサイコガンダムを送り込みましょう。ドコスギアなんかも、送ってってもいいかもしれないですね。とりあえず最前線となるところにはサイコガンダム置いておきたいですよね。閣下、パプテマスシロッコより通信が入っています。配線を回します。閣下、ハマーンにしてやられました。しかし今アクシズを敵に回すのは得策ではありません。今一度ハマーンに同盟を申し入れるべきではないでしょうか。そうだね、ハマーンと今同盟を結んでおいて、その間に戦力をアクシズとの国境付近に集中させましょう。了解しました。ハマーンに会談を申し入れます。閣下、ハマーンカーンとの交渉は失敗に終わりました。失敗かい。申し訳ありません。となると戦闘に入りますね。ハマーン、我々が英雄ごとの戦いで消耗していることを知っているのだ。もはやこちらと手を結ぶことはあるまい。ご苦労だった。はは、報告します。英雄の戦力低下により本拠地グラナダの攻略が可能になりました。グラナダ制圧作戦を提案します。はい、グラナダ攻略作戦可能という話なので、グラナダの戦力55。この55相手にするのはかなりしんどそうだな。とはいえこの55を相手にしていくしかちょっと手はないですね。急いでここにサイコガンダム配備しましょう。あとバーザムかな。ジャミトフ閣下、私が開発したバイオセンサーを用いた重モビルスーツの開発を提案します。お役立て。これはジオじゃないか。ジオの開発は行いたいですよね。シロッコにやっぱり乗ってもらいたいなと思います。早速開発プランからジオですね。ニュータイプ用重モビルスーツ、これを開発します。5000持ってかれますね。でもグラナダですが敵62という圧倒的な数ですけども、部隊を送り込んで、勝負をねかけていきたいと思います。
ではグラナダ攻略作戦発動です。我が軍はこれより月面都市グラナダへの進攻を開始する。エウゴの本拠地グラナダを制圧し、我らに抵抗する愚か者どもに我らの力を示すのだ。諸君らの健闘に期待する。エウゴは本拠地グラナダを中心に債務の抵抗を試みようとしていた。宇宙各地から集まったエウゴの戦力は一時の勢いを失ったものの、ティタンズへの敵意によって高い士気を維持していた。必死の抵抗を見せるエウゴにジャミトフ率いるティタンズは勝利を収めることができるのか。スペースノイドとアースノイドの対立は一つの終局を迎えようとしていた。ティタンズ27、エウゴ73、3倍の兵力ですね。ただここには実はサイコガンダム、これを3機投入してますので、このサイコガンダムをうまく使ってですね、敵の数をね、減らしていくというのがこちらの狙いになります。サイコガンダム生かしていきましょう。コートロザミアですね。これがそのグラナダ攻略戦に参加してくれています。その他の部隊はですね、サイコガンダムの支援に回りましょう。まずドコスギア、ここにはバスクに乗ってもらっています。まあ、個人的に好きなのがアレキサンドリアなんですが、ここにはジャマイカンですね。まあ、ジャマイカン自体は、まあ、小物というか、能力的には微妙なところあるんですけども、まあ、アレキサンドリア自身は強いですからね、しっかり活用していきましょう。では、回戦です。基本的な戦い方としては、サイコガンダムで攻撃を受けて、反撃で敵の数を減らしていく。まあ、そういう戦い方になるかなと思います。だいぶ中に入ってきましたね。戦艦が落とされないようにだけ気をつけましょう。サイコガンダムにこれだけ攻撃集中するか。ちょっと防御で一旦様子見入れます。あまり暗いすぎるとサイコガンダムといえども落とされる可能性ありますからね。特に実弾兵装を食らうと結構きついですよね。いや、だいぶ削られたな。一度このサイコガンダム、モンシアが乗ってるものに関しては、避けた方がいいかもしれないですね。そして、ロザミアには、百式に乗ったクワトロです。ビーム兵器はね、完全に、サイコガンダムは排除できるんですけど、格闘とかね、実弾系には弱いところありますからね。特に、どうだろう。この、百式の格闘なんかは、かなり食らってますね。やられた。サイコガンダムが1回で落ちるか。性能だけで勝てると思うなよ。いやー、ちょっと思いのほかきつい戦いになりそうですね。一度、時間戻します。このままちょっとこの72機相手に戦うのは正直ちょっとしんどそうですね。百式の、クワトロも強いし。はい、戻ってきました。ちょっと戦闘は避けます。防衛ラインを展開します。まずサイド4、宇宙の5、サイド5、そして、フォンブラウンド。ここに防衛ラインを展開して、まあ、アクシズと、それこそティターン、エウゴがね、潰し合ってくれると一番いい展開になりますよね。ちょっとそういう展開になってくれないかなと祈っています。では、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、今お話しした戦略にのっとってプレイをしていきたいと思います。